しでーす。今日はですね、ワク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 してます。ジャンプジャンプ。そして何をしてるんだ。これはですね、スキー場登るっていうチャレンジを受けまして、私はなんとスキー場を夏ですね、北海道の登別市っていう温泉が有名な町のスキー場を登ってます。そしてですね、普通に走ると思ったんですけど、あんまりにも坂道が激しすぎたので、最後の辺はもう一生懸命お散歩お散歩みたいな感覚で、あ、ゴールだ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 、イエーイそしてね、登るのは大変だったんですけど、下がるのはこうちょっと楽しくって、下がるとなんかこうウキウキして走ったりしましたね。もしこれ、日本の北海道登別市に興味がありましたら、冬だけじゃなくて夏もスキー場が楽しめるっていう、いや、そういう素晴らしいこれ、ね、場所なんですけど、北海道はですね、本当に自然が多いんですよね。で、冬はこうね、スキー場でスキーをするとかスノボをするっていうのは有名なんですけど、こうやって夏でも楽しめるっていうのはこうね、素晴らしい体験でした。で、周りに東京の友達がみんな暑いぞ暑いぞしんどいって言ってたら、それと比べて北海道すごく涼しやすいんですね。そして今回はゴールを達成したので、なんと、いや、なんかもらえるかな、おおおー、チャレンジコースにチャレンジした人には、なんだ、おおー、なんかもらえるかな、いやー、ありがとうございます、どうもどうも、イエーイ。いやー、今日は楽しかったですね。この動画楽しいなと思ったら、いいねボタンを押してください。そして、よかったらメールマガジンも登録お願いします。